おはようございます。速稼塾の久保です。ついにですね、私も食うに困ってセブンイレブンのバイトを始めることになりました。ありがとうございます。まあというのはまあさておいてですね、これいいでしょ、なかなか最近はね、いろんなコスプレをするのに放送にも結構気を使ってるんですよ。楽しんでいただこうと思って。で、今日お届けする内容はそんな冗談ではなくて、多分ね、むちゃくちゃ嬉しい内容だと思うんですよ。まあこれとっておきなんですけどもね、この動画をご覧になった方はラッキーですよ。プレイステーションの VR ってのありますよね。プレステの VR。これね、今ね、本当 3D とその365度映像がね、ものすごくね、話題で楽しいんですよね。VR ってのはすごいですね、やっぱね。で、プレイステーション VR なんですけども、発売からですね、もう9ヶ月ぐらい経つんですよ。でもですね、未だに入手困難で、定価は 48,575円なんですよ。おはようございます、いい気分。でも、Amazon とかヤフオクではですね、軒並み6万円を割ることのない、ものすごく新品なのにこんな高い価格でね、取引されてるんですよ。まあ、そのぐらいみんな欲しがってるんですよね。そのぐらい欲しがってるんですけども、これ転売、あ、どうもどうも、おはようございます、長谷川さん。どうもどうも、上村さん、セブンイレブンのバイトでございます。いいでしょ、なかなか。まあ、バイトを雇ってくれないですよ、どこも。雇ってくれないんで、まあ、自宅で働くことにしました。で、プレイステーションの VR なんですけども、1万円以上のね、今、価格差が取れるんですよ。1万円以上ですよ。プレイステーション1個買ってきて、その日のうちに、ヤフオクとかアマゾンに新品で出すと、ボカン、その日のうちにもうね、多分ね、30秒ぐらいで売れます。まあ、こういう情報どなたかご存知ですかね。プレイステーション VR なんて今だけですよ。今入手できれば確実に売れますからね。モノレートとか見てみてくださいよ、本当に。あ、どうもおはようございます、皆さん集まっていただきましてね。じゃあ今日はですね、プレイステーション VR を確実にあなたが手に入れる、しかも定価で手に入れる方法をお知らせしますね。この動画見た方ラッキーですよ。定価で手に入れたら、その帰りのその足でですね、FBA 出しちゃってください。確実に1万円以上の利益があなたのところにもたらされますので、ね、すぐ売れますからね。じゃあね、方法そろそろ教えとってことなんですけども、なんだって言わないでくださいよ。こういう方法を知っているのと、思いつくのと、実行するのとっていうふうな、いろんなレベルがあるんですよ。さあ、お知らせします。やめとこうかな、明日ね、ファイナルのなんかね、速稼塾ファイナルのセミナーなんですけども、そこでお知らせしようかな、これ。どうしようかな。まあまあ、ちょっとお知らせしていきましょうね。今日はね、タイトルもつけちゃったし、ライブも始めたんで。ですね、銀座とか札幌とか、名古屋と大阪とかね、福岡、天神、ここら辺にソニーストアってあるんですよ。このソニーストアっていうのがね。で、そのソニーストアでは毎週土曜日と日曜日。だからもう、あれですよね、土曜日と日曜日なんで、もうちょっと日がありますよね。土日に予約制のプレイステーションの VR 体験会っていうのがあるんですよ。もう一回言いますよ。銀座、札幌、名古屋、大阪で、福岡、天神です。この5カ所、全国5カ所でプレイステーション VR の体験会があるんですよ。これ予約してください。今すぐ予約してください。予約をすると今週末に参加できますんでね。で、体験後にですね、当日限定なんですけども、プレイステーション VR を定価で購入する権利が与えられるんですよ。で、商品っていうのは後日送られてきます。すぐ送られてきます。まあ、つまりですね、プレイステーション VR 特別体験会に参加すれば定価で購入できるんですよ。で、確実に定価で購入できますんでまあ予約がいっぱいになってもキャンセルとか入るんでですね、申し込みできるようになることがありますんで、しつこく申し込みを毎週毎週してください。そうするとですね、プレイステーション VR が購入できて、しかもそれがすぐに1万円以上の転売利益を生むんで、ちょっと離れた地区にいる方でも、まあね、3000円、5000円の圏内でしたら交通費で行く価値はありますよね。 VR の体験会も楽しいですし、で、48,770円で買えて6万円以上で売れるというね。だからこういう情報を知っているのと、思いつくのと、実行するの、このレベルでですね、稼げる人と、ちょっと得する人と、稼げない人と分かれていきます。もちろんですね、この情報をあなたが実行しなくても、この情報をですね、あ、買ったんですか、2個も買った、すごい
だこの情報ねシェアしてあげるっていうのも大事ですよ。皆さんあの自分だけのところに留めないでなんだで終わるんじゃなくて、いや待てよと、この情報を欲しがってる人がいるんじゃないかなというふうにして拡散してあげること大事です。私のこのライブ動画ね、あのシェアしてもらってもいいですし、これすぐ YouTube 上げますんで YouTube のリンクをどん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 拡散してですね、あの世の中に得する人を作っていくっていう行動にあなたが参加することによってインターネットの活用ができているってことになってきます。これがね私の言う伝える力になってきます。まあ、もしねあなたが情報発信者になれなくても情報のインフルエンサー広める役っていうのができるんですよ。どんな人でも一人には広まるでしょう。自分のところで決めたら止めてしまったらその一人すらないんですよ。だからまずは一人とか二人に知らせることからインフルエンスするところから始めていただきたいなと思います。今回のネタっていうのはかなり重要というかね希少性があるんで多くの方が喜ぶと思いますよ。10人に知らせたら10人に1万円ずつ、要するに10万円の利益をマーケットとして作り出すことになりますからね。で当然あのプレイステーション VR の販売元ソニーさんだってこれ損するわけじゃないですからね。この定価で売ることによって利益を得てバンバン剤じゃないですか。ソニーさんが6万円で売ることはできないですから。まあでもね私だったらねソニーの社員だったらねもう一般販売せずに直でアマゾン出しますけどね。それではちょっと出勤していこうかな。行くとこねえな。全国でも1万7000店舗もセブンイレブンあるのに私1店舗も雇ってくんないですよ。まああの申し込んでもいないですけどね。はい、ということでね今日はセブンイレブン久保がお届けしました。明日は大阪で会いましょう。速稼塾ファイナルの皆さん、イエーイ。はい、セブンイレブンのでもバイトに行こうと思ったんですけど関さんね多分雇ってくんないですよ。だから自宅で勤務します。以上です。